画面の向かうの向うう皆さんんごきげんようゆきのです今回はこちらのお皿を使ってアクセサリートレイを作っていこうと思います。硬化中ですはい今下の方にこうちょっとくぼみがあるんですよね。そこに合わせてはめ込んでいきました。えー、と先ほどの ぜ先ほどの載せてるところ挨拶のところですねの動画とこちらは間違ってスローモーションで録画してしまったためすごい動きが鈍いですよねこれでも8倍速とか10倍速ぐらいにしてこの動きですなのでほぼほぼカットしてます はい、次はこちらのものを使っていきます2液性レジンにこちらのキラキラを適当に気持ち多めに入れましたこっからはもうスローモーションではないです普通の動きです、はい、混ぜていきます 混ぜましたね。ちょっとキラキラとした粘液性レジンの出来上がりです。はい。フラ面ができたので次中を仕上げていこうと思います。はい、先ほど作った粘液性レジンにえっと使おうと思っているこちらのシールですね。をつけます。ペタ、はい、ベタベタと。 ではつけます。あと一に三つありますね。これもどんどんつけていきます。 次はこちらのシートを使います。2液性レジンの中に入れて全体に漬け込むようにします。取り出します。裏表があるのでちゃんと見て、表が表になるように取り出しました。でも位置を決めていきます、はい。だいたい決まったので、残りの液をたーっと入れていきます。なんとなくですね、この辺は。 この後めっちゃ入れてしまってあのー、元に戻しました最終的にはこれよりはもっと少ない量で作ってますはい全体なじませますで乾く前に乾く前に乾く前に次のこちらを入れていきますこのお皿は星型ということなので宇宙とか星とかを散りばめたいなと思い それっぽいものをこう。なんとなく集めてみました。入れすぎても透明感がなくなってしまうので。色はちょっとだけ統一して、青系を集めてます。はい、今なんだかんだでなじませてますね。この青色のものはシェルフレークですね。シェルフレークと。丸い。 形のものとか、そういうものですね。はい、配置が決まったみたいですね。はい。では、これで数日間置いて、固まらせます。はい、固まりました。綺麗ですね。透明感もあって。二液で、二液性レジンは、こうやって透明感があるので、すごく使いやすいです。ただ。 あのー、季節にもよりますが数日かかります固まるまでにこちらは、えー、作ったものですねこんな感じで使うものですとはいご視聴ありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょうバイバーイ